天気が悪いので、全く期待してなかったんですが、ああ綺麗だわ、やっぱりさすがですね。カビラ湾です。川に平らと書いて川平と書いてカビラと読みますね。はい、おそらく石垣島で一番有名な、はい、観光スポットだと思います。カビラ湾、ここからグラスボートで、はい、海を見に行くと、そういう場所です。辛抱の旅、島巡り番外編、石垣島。なぜ番外編で石垣島かというとですね、今の私の船は船舶検査場、沖縄本島までは来られるんですけども、ここ石垣島は無理なんですよ。日本って非常に法律制度が厳しくてですね、まあ、車検の場合は車検通すと日本中どこでも運転できますが、船の場合は船舶検査船検ってやつを通しても等級がありまして、沿岸とか沿海とか限定沿海とか遠洋とか近海とかっていろんな種類があるんですが、私の太平洋を断したカオリン5という船は遠洋という世界中どこでも行ける船舶免許を取ってたんですが、今の船はそこまですることないだろうということで、それでもね、普通限定沿海っていう資格の船が多いんですが、うちの船は一応沿海という資格取ってますから、陸自体に来れば沖縄までは来られるんですが、沖縄本島とこの石垣島まで410キロ離れてまして、ここは無理なんですね。だからもう飛行機で来るしかないということで、今回は番外編ということで、皆さんにお伝えいたします。沖縄本島那覇からちょうど410キロ、ところが台湾まで270キロしか離れてないんで、実は沖縄よりも、まあ、台湾の方が近いんですね。で、沖縄諸島は一番でかいのが、まあ、沖縄ですけども、沖縄本島ですが、その次に大きいのが西表島で、3番目に大きいのがこの石垣島。面積が222平方キロ中でですね、ちょうど大阪市と同じぐらいです。大阪市が225平方キロのはずですから、大阪市と同じぐらいの面積に人口が4万9000人ぐらいですから、まあ、人口密度が非常に低い。それでもやっぱり5万人規模の島って日本の島の中ではかなりでかい規模ですね。いうことで、はい、素晴らしい景色とともに、皆さんには石垣島をご覧いただきます。というわけで、グラスボートに乗ってみることになりました。グラスボートって何年ぶりかな。というのがですね、もうどこでもそうなんですけども、海外はあんまりそんなことないと思うんですが、日本は年齢制限を作ってるところで、シュノーケルツアーとかダイビングツアーはほとんどで、だいたい60歳制限で、シュノーケルのツアーなんかにも入れなくなります。だからもうグラスボートが一番です。はい、さあ行きましょう。よいしょ。はい、じゃあチケットの半券いただきます。はい、はい、砂で滑りやすいのでゆっくり入っていってください。どうぞ。
それではカビラ湾展望台に、カビラ湾展望台、天気悪い10月の終わりなのに結構人がいます。展望台だからもうちょっと高いところにあるのかと思ったら標高30メーターぐらいですかね。石垣島で意外とこの店がなくてですね、苦労してるんですけども、とりあえずカフェを見つけたので、海岸線のいいところに住んでます。今日天気が悪いんでね、景色も一つですが、はい、ご覧のようなランチセット、これはあのもずくでできたそばらしいです。このもずくでできたそばのランチのセットで1700円。まあそんなもんすかね。このもずくそばね、コシがあってうまいっすね。なんか、これうまいわ。Thank you.